北高正門長崎県立長崎北高等学校は、長崎県長崎市小、高原一丁目にある県立高等学校略称は、北高、長崎北。かつて総合選抜制度で入試を行っていた長崎五校と、呼ばれている高校の一つである。三学期生 A 棟、C 棟とは二つの二階建て通路で繋がっており、正面玄関側通路は、 吹き抜けのギャラリーや休憩スペースとなっており、公衆電話も設置されている。グラウンド側通路2階には卒業生から贈呈された自学用机、椅子、テーブルライトが並んでおり、多くの生徒が利用している。ビームネッとは2つの2階建て通路でつながっている。第2体育館とも屋根付きの連絡通路がある。職員室、図書室などがあるがこちらは休校舎のままである。 2015年、図書室が大幅改装され、自学用スペースも広く設けられた。路線バスが多く運行されており、スクールバスと合わせて利用が可能である。登校バス、などから十数本運行。また、三重方面からは、桜の里ターミナル発の路線バスが長時間帯に設定されている。下校バス、行きが下校、部活終了時間に設定。 バス通学の生徒の多くは、北部からの通学であるため、市民プール前から徒歩で、松山町まで乗り換える生徒が多い。また、夕方、夜時間帯には小高源、四季見経由の桜の里ターミナル行き路線バスも、設定されている。ありがとうございます。